では今回はインバーティッドフラムタップ。インバーティッドフラムタップってどういうことかと言いますと、普通のフラムタップの手順が違うやつ。普通のフラムタップをまず右左右右、これに対してインバーティッドフラムタップは右左右右左右左右、ちょうどダブルストロークのミミヒヒね、ダブルストロークでやった普通のミミヒヒミミヒヒ、それにフラムがつくやつが普通のフラムタップ。この例のインバーティッドダブルストローク、右左左右ミヒヒミね、僕はよく言うミヒヒミミヒヒミ、これにフラムがついた形か。これがインバーティッドフラムタップ。普通のフラムタップをもう一度やってみます。右右左左右左インバーティッド、右ひみ右ひみ、インバーティッドフラムタップのこの右の手だけ出すと、右ひみたたたたたたね、右たた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 、左手だけやると、トゥ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 タトゥトゥタトゥトゥタ、こんな感じね。やっぱり何が難しいかというと、これは3連打のタトゥトゥタ、3連打の最後に3つ目にアクセントが来るから、これがテンポが結構難しいね。テンポアップがね、タタタタトゥタトゥタトゥトゥタタ、こんな感じだね。普通のフラムタップだったらもうちょっと早いというのは、タタタタタタトゥタタトゥタタトゥ、これはもう頭から捨てる感じのフラムタップはこんな感じだから、もうテンポがね早い。普通のフラムタップはテンポが早くできます。こんな感じだね。それがインバーティッドのタタタタ、ミヒヒミミヒヒミミヒヒミ、これがインバーティッドフラムタップ。これが頭が、ドラッグっていうかね、このディドル系、これになると今後ハイブリッドルーディメンツのチーズって呼ばれてるやつに発展できます。これ普通のインバーティッドフラムタップ。インバーティッドフラムタップからチーズ。だからこれが早く、まあチーズが早く叩けるには、このインバーティッドフラムタップが叩けると非常に、このチーズが早く叩けるということで。これもやっぱり基本として、ミヒヒミ、ミヒヒミのゆっくりのインバーティッドフラムタップ。これをゆっくり、ミヒ、このやっぱり高さ、フラムというのはここタップとダウンに、ね、この高さのコントロール、いわゆるハイトコントロールを意識してゆっくり、まずゆっくりねやってください。あとはテンポアップをしてください。これがインバーティッドフラムタップでした。